はい、完成しました。ちょいちょい、だいぶね、炭も育ってきまして、ちょっと肉でも焼きながらチビチビやっていこうかなと思います。うますぎる、天才。宴が始まりました。お、いいねいいね、熱くなりすぎてちょうどいいや、炭だから。牛タン、牛タンそんな好きなわけの方法じゃないんですけどね。あとチリコンカンをすくうスプーンも忘れたんで箸で。うまっ、牛タンいい感じです。うまっ、めちゃくちゃうまいっすよ。闇夜に浮かび上がる感じになっちゃったけど、めちゃくちゃうまいっす。赤ワインもねやっておりますよ。波の音と虫の声だけで十分だよな。音楽とかも聴こうかなと思ってたんですけど、このグラデーションと虫の声と波の音と、この炭の音、パチパチした、十分ですね。最高。バターをちょっと探します。うん。携帯が燃える。バターを溶かします。したらもうね、家で実は作ってきたやつがあるんですよ。作ってきたっていうか、じゃがいもをメークインなんですけど、あのサイコロ状にコンカッセっていうんですかね、サイコロ状に細かく切って茹でたやつをスタンバイしてきました家で。いや、なんかわざわざ外でやるのめんどくさいじゃん。でもさ、わざわざ外でやるのめんどくさいじゃんってなったら、結局もう何、肉焼いても何やっても外でやるのめんどくさいじゃんになっちゃうんですよね。本当は芋切ったりなんだかんだり茹でたりするのも外でキャンプでやるのが一番いいんでしょうけど、キャンプの醍醐味を破壊する男ね、だったらもう肉も焼いてくればいいじゃんとか、チリコンカンも作ってきてタッパに入れてくればいいじゃんとかなっちゃうんですよ。そうなってくると、いよいよじゃあ家で食やいいじゃんってなっちゃうんですよね。もう一回もう茹でてあるんで、このまま食えるんで、まあ軽く温め程度やります。はい、塩振ります。適当に、家でチリコンカンも全部仕込んでタッパに入れてこようかとか、じゃあもう家で食えばいいじゃんとかなっちゃうし、どこまでキャンプでやればいいんだろう。でもめんどくさいのもめんどくさいしなとか思っちゃう方だから、じゃあもう家で食えばいいじゃんってなるし、家で作ってわざわざ食うんだったらもうセブンイレブンでいいじゃんみたいになっちゃう。芋がどんどん飛び出して下に、網の下に落ちちゃうな。こんな感じでバターと塩で、もう茹でてあるんでそのまま食えるんですけど、まああったかくホクホクするように。でこれに、まあ、塩振ってバターで、それだけで塩バターで塩じゃがいもでうまいんですけど、それだけでちょっとあれなんで、芸がないんで赤ワインに合わせるってことで、見えるかな、ローズマリーやります。ハーブですね、香草焼きっていうかローズマリーにします。へい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 、結構香りの強いね。もうガンガンいきます。見えるかな、これじゃ見えないか。あー、すげえいい香りがしますね。見えるかな、見える、見えないかな。すごくね、こう香りの豊かなハーブです。よく魚料理でやったりとか、まあ芋とかもね使われたりするんですけど、ポテトコンカッセのローズマリー風味ですね。
まもうね、その茹でた芋に塩とローズマリー、それだけでうまいんですよ。これだけでね、赤ワインのおつまみになっちゃうぐらいこのハーブが美味しいです。うまっ。そしてこれと芋のあてにこのチリコンカンも食う。うますぎる。天才天才。やべ、酔っ払ってきちゃったよ。もうワイン飲みます。あー、天才。ローズマリーってすごいですよね。ちなみにね、ローズマリーってあの学術的な由来は、まあ、大抵そういう学術的な名前の由来ってラテン語なんですけど、ラテン語でマリン、ローズ、ローズマリンって感じなんですよ。マリンが海、まさに今海ね。でローズがバラじゃなくて雫って意味らしくて、ローズマリーの花がなんか青い雫みたいなちっちゃい花を咲かすんで、海の雫ってことで雫、ローズ、マリン、海って名付けられたらしいですよ。確かなんかその海沿いに結構ローズマリーの花が咲くってこと で香りが強いから、なんか船乗りが海の上で迷ってもそのローズマリーの香りを感じて、あ、もうすぐ陸が近いみたいな現在地を思い出すことが、分かることができて迷わずに済んだみたいな、そういう昔話みたいのがあったりして、なんか面白いじゃないですか、そういうのって。由来、言葉の成り立ち、だから覚えてるんです。花言葉はそんなに興味ないんですよね。なんか花言葉って勝手に決めてるだけじゃないですか。花からしたら、いやそんな意味ねえわと思ってるかもしれないから、俺だったら嫌だなと思って、勝手に人間に花言葉はこう、この花はこういう意味ですけども、いやちげえわって思うかなって思って花言葉あんま気にしない。うまっ。もうローズマリーと塩ふただけですげえうまいんだよ。すげえうまいよ。ローズマリーと塩だけでもう十分赤ワインのつまみになるぐらいうまいんですけど、せっかくなんで、まあ、今日のメインとしてね、ちょっとさっき焼いたポテトコンカッセのローズマリーは置いといて、これ鶏肉です。徳島県の阿波踊りらしいです。鶏肉をこのバターを溶かした、ちょっとフレンチっぽい感じになりますけどね。この油じゃなくてバターでやるところはちょっとフレンチ流ですよね。昔ね、ちょっとフレンチっぽい飲食店でバイトしてたことがあるんで、そこのレシピって感じなんですけどね。鶏もも肉をひたすらバターで焼いていきます。これもローズマリー使っちゃいましょう。同じこのスキレットで香草バター焼きみたいなもんですね。しばし焼いていきます。うまい。さつまいもホクホクしてる。バターチューブがを持ってきたんでね、結構この献立無駄がないでしょ。香草バター焼きのためにバターチューブを持ってきただけでなく、デザートとしてこのさつまいもにバターをめちゃめちゃぶち込む。めっちゃぶち込もう。塩も振ろう。この肉、このもも肉は炭火の、炭火焼き鶏肉として食べます。こっちはバターローズマリー。お、できました。めちゃめちゃ香ばしいな。うまっ。うまい。うますぎ。完売しかねえ。うますぎる。酔っ払ってきちゃったんで名残惜しいけどチリコンカン。お、赤ワインもちょっと入れて煮込んだんですけど、よりドロドロしてきました。それをこの中に入れちゃいましょう。
そりゃ入れちゃうでしょ。チーズ買えばよかったな、忘れちゃったな。見てください、バターのトマト、あ、じゃないや、ポテトにチリコンカン、絶対うまいやつだこれは。ではいただきます。うますぎるうめえ信じらんねえくれるね、やべえ、ビビる。ローズマリーってすごいな、本当に。もう一瓶なくなっちゃいますね、赤ワイン。マジかよ、すげえ進むな。煮込みでもそんなに入れなかったんで、ほぼ9割ぐらい飲んでます。いつも家で飲むときは自分でね、別につまみとかめんどくさいんで作んないんですよ。オリーブ食ったりとか買ってきて、あとはチーズむしゃむしゃ食ってチーズ飲む、ああワイン飲むだけなんで、やっぱつまみが最高にうまいのと、もう赤ワインを飲むためのつまみを考えてきたんで、やっぱ環境ですよね、最高。もう誰もいないから叫べる、うまい、一っ子一人いないですよ、うますぎるうまいよ、もう酔っ払ってきちゃって、あと寝るだけだよ俺、うまい、うまいよ、うまいよ。ホクホク通り過ぎてフリーになっちゃったよ、さつまいもが、あってあってあって、まずい。さつまいも黒焦げになっちゃったけど、外側が、中は生きてるんで食べます。甘っ、バターと塩やったんで美味しいですね、甘い。外側ちょっと焦げちゃったけどさつまいももうまかったです。こうバイクでキャンプツーリングに今日来てね、荷物なんとか乗せて来たんです。車だったらもっと楽なんでしょうけど、そのバイクで来るっていう、なんとか乗せてくる工夫も楽しいのもあるんですけどね。ちょっと携帯の明かり消しますか。はい、薪本来の明かりです。いやー、寝てない昨日何時だろうな。赤ワインを結局1本丸々飲めちゃって、もう酔っ払いまくって足元おぼつかなくて、何時間か、2時間か3時間ぐらい寝て、パッて起きたら11時半とか12時ぐらいで、夜中の。そっから全く寝れずに、なんか知らないけど起きてました。で、夜釣りするにも餌もないし、やることなかったんで、まあ暗い、外出るとまだ蚊がいるんですよ。だからテントの中で小説読んだりしてました。音楽聴いたり、あとなんかいろいろ見たりしてました。で、朝飯ずっと起きてて腹減っちゃったんで、もう朝飯食います。すごい雲だね。朝ごはんはこれ、昨日持ってきてたバター、チューブのバターのパン引いて、昨日作って残しておいたチリコンカンをぶち込みます。で、食うだけです。ほい、焼いておきます。できました。ちょっとね、貝殻を下に置いたら安定感が悪いな。いきます。ちょっとはみ出ちゃったんですけど、お、いい感じじゃないですか。はい、反対側、ほら、これはいけるな。もうちょっと焼いてもよかったかな。まあいっか、あち、うん、うまい。はみ出したやつはちょっと食べるとして、うん、見た目こそあれだけどうまいよ、うまっ。じゃあ朝ごはん食べて、早々に
渋滞する前に帰った方が楽なんで早めに撤収しますかね。軽く夜明けの写真撮ってから帰ります。うまだいぶ戻ってきました。さっきまで目の前で見てたんだけどな。また違うじゃん。なんか砂浜で目の前で見る海とちょっと一歩引いて見る海はやっぱ違いますよ、うん、と俺は思いますよ。ほらこれティールオレンジって言ったらいいんですかね。薄いブルーと朝日がちょくちょくじゃないけど朝日が昇ってきた影響でオレンジ色がうっすら水色と混ざって表面で海水面の表面でさ混ざり合った色、何色って言うんだろうね今のあの色は。ティールオレンジでいいのかな。真っピンク、あの色綺麗ですよね。いや今の真っピンクも綺麗だけどティールオレンジっていうのかな。あのキンキンなオレンジもいいけどさ、赤とか薄い朝日の余韻っていうかもう昇っちゃったけどまだいいよみたいな、あのお裾分けみたいな感じの朝日のもう全然昇っちゃってるけど、まあ、まだちょっといいよみたいな感じの余韻っぽいあの朝日の色合いが海と溶け合っていいですよね。荷物こんな感じです。ちょっと写真撮ってきますね。ではでは今回のキャンプツーリングはもうここで締めちゃおうか。